話題を集める YouTube で、少年革命家、ユタボン、13。強気な発言や波紋を呼ぶ行動から、賛否分かれるユタボンだが、大物実業家からは不評だったようで。直後に100万円の投げ銭が提案され大喜びした。ものの、振込詐欺であることが発覚し、意気消沈した様子を動画で公開。その後、別の支援者から100万円の投げ銭が実現し、大喜びする動画が更新され、ネット上を騒がせていた。一方で、一部では擁護する声も、脳科学者の茂木健一郎氏、60、は10月29日に、自身の YouTube チャンネルで、ユタボンへの関心が世間で高まっていることを、ユタボン劇場と称し、こう称賛していた。一生懸命生きたら、劇場がそこに生まれるのって、皆さん気づいてました？そんな中、辛辣な言葉を放ったのは、実業家の、ホリエモンこと、堀江貴文氏、50、だ。11月3日、自身が手掛ける配信サービス、雑談の YouTube チャンネルを更新。動画内で、ゲストである茂木氏から、ユタボンとかどうなんですか？と投げかけられると、堀江氏はこう切り捨てた。さらに、茂木氏から、なんで興味ないの？と、理由について言及された堀江氏は、僕、若いだけで注目されてるやつって価値ないと思っててと、持論を展開。さらに、ユタボンに対して、あいつ多分若いだけで注目されてるやつじゃないですかと、述べた。僕はだから基本的にこの人が、どういう人物なのかっていうのを考えているんですね。いつも。だから若いだけで注目されてるやつっていうのはわかるんです。浅いなぁとか、アホだなぁとか。最後には、ユタボンの今後について、消えていきますよだから。めちゃくちゃ若いっていう付加価値だけで生きてる人って、だいたい消えていきますよね。今まで何人も見てきたんで、そういうやつをと断言していた。まあ、これに関しては堀エモンが正論。なるほど、自分も腑に落ちた笑い。